今ここです。ラステンホラード、道の駅ですね。で、今行こうと思ってるのはここですね。この県道200号線、美山峡。峡谷のある道路なんで、期待してるような道だといいんですけど。はい。マップル上では、今の県道200は通り抜けできる道になってないんで、多分途中で通行止めになってるんじゃないですかね。もしくは県道扱いされてない区間が林道としてあるのかもしれませんが、ちょっと通り抜けれるかどうかは微妙ですね。あ、このスタンドもうやめちゃってる。いつやめたんだろう。200号行くまでのこの県道も結構狭いし、そこそこ国道っぽいっちゃ国道っぽいけどな。もうナビ画面には出てるかな。さて、そろそろ200号の分岐だと思うんですが、あ、ここか。これかな、150メートル先って書いてある、これ。曲がらずに直進っていうか右折みたいなもんだな、ラインの引き方が。ここがおそらく県道200号。あれ、ちょっと違うな。違うわ。ナビを見ると横に一本細い道があって、そこへ入ってるな。こっちはグレーの方に乗っかってるわ。一応戻るか。ああ、やっぱちゃんと県道は標識があるわ。ないからおかしいなと思ったんだけど。こっからつながってる91っていうのも何だろうな。面白そうな道だったら、ここ突き当たりで引き返してこなくちゃいけないんだったら行ってみたいな。時間ないかな、今日は。
まあ、とりあえず道幅は狭いから、まあ、国道の部類っちゃ部類なんだけど、まだ人が住んでるせいか路面綺麗ですよね。でもまあこんな行き止まりの道なんて普通ツーリングじゃまず行かないしね。こういう一人でフラフラ、あてもなくあっち行ったりこっち行ったりしてる時でないと走る機会が全然ないですから、もう今日はちょっと貴重ですね。いや普段から一人の方が多いし貴重でもないか。向こうに見るのはさっき間違って入ってった道か。この先合流するはずですから、合流というかどっちかというとこっち側の方がメインみたいな扱いだな。あーそっか、民家の間は通り抜けしないようにこっちに新しくできたのかね。ここ抜けたら広い道になっちゃったな。このトラックはさっき見たやつだな。お、あの吊り橋かこれ。渡れんのかな。あ、ダメだ。コーン置いて入れなくしてある。危ないんだろうな。床板が木だったしね。まだ人が住んでる場所があるとはな。あ、結構建物いっぱいあるな。わあ、ここも川大にぎわい、すっげえ。このトラックどこまで行くの、こんな狭い道を。
トラックはあまりペースが良くないんで、どっかでパスしたいな。広い道になった。ここで対向車でもでかいのいたけど、あんなでかいのが通るんだ。結構集落がまだまだ続くな。まだそんなに奥じゃないのかな。ダンプが来るな。この奥で工事してるのか。うん、これはなんだ、学校かな。学校みたいだね。そうか、釣りとか川遊びとか結構人いっぱい来るんやんな、この辺は。よいしょ。この前の車も追いついたんで、ちょっとここで抜かすかね。あ、林道だって。林道見山線って書いてあった。あれはどっか抜けるんかな。狭くなったけど、建物はまだまだあるな。あっちにも登山口だって。
まあ、狭い手は狭いんだけど、ところどころ広くなったりもしてるし、あそこも林道、そこは見る限りどっか通り抜けれるような林道じゃねえな。いや結構遊びに来る車が多いから、それなりに整備されてるみたいだね。この先大型車通行止めって、あの大型はどっから来てどこへ行くんだろう。こんなずっと奥の、なんかこの先工事中みたいなもんも全然見えないんだけど、まだ住んでるんだの、こんな奥に。どこまで民家があるんだろう。わ、何？もう採石場？こんな奥にこんなもんがあるんだ。それで大型が入ってくるのか。わ、公民館とか。ここは何？まっすぐ。へえ。なんかすっごい山奥の田舎で趣があるね。こんな奥にこんなもんがあるんだ。それで大型か。ということはこっから先はどうなんだろう。あ、でもまだ人住んでる。これはこっち側か。ゴロゴロの滝。いや、なんか違うな。道あっちかな。ちょっと道違うかな、もしかしたら。ブレてる？で、なんかゴロゴロの滝っていうのが、どこだろう。まだまっすぐ？ん？この先通り抜けできませんって。落石中、あ、200号、こっちでよかったな。あれ、ゴロゴロの滝ってとこそこ？あ、違う、ゴロゴロの里だって。あれ、ゴロゴロの滝って書いてあったよね。どこそれ？
あれ、ゴロゴロの里って書いてあった？なんか滝って書いてあった。あ、ここだ、ここ。やっぱりゴロゴロの滝。あー、これか。ははは、ほんとだ、滝だ。でもちょっとこう路肩狭くて止める場所がない。あ、ここいいかな、止めれっかな。よいしょ。写真ぐらい撮っとかなきゃね。あの人たちもどっから歩いてきたんだろう。下降りれるのか。魚付き保安人って何？うわ、水きれい。どれどれ。うわ、冷て。あ、オタマジャクシいる。これカメラ映ってないか。冷て。こりゃいいわ。さて、よいしょ。この先どこまで行けるのかね。ここに駐車場があるんだ。さて、さて、まだナビ上では県道200が続くことになってるけど、今の車の人は釣りかな。何？今のお母さんね、軽トラ？ちょっとお出かけするような格好だけど、軽トラで来たのか。このお父さんと一緒か。
なんかスマホ片手に歩いてたけど、この辺りなんかそんなに見どたえのあるもんがあるんかな。うわ、看板崩落の恐れって、ウトロシア地か、そこ自体がもう崩れそうやもんな。今のお父さんは手前に止まってたあの車かな。うわ、この辺なんかもすっげえ、この岩の形が。これも今崩れてきてもおかしくなさそうやもんな。あ、深山峡谷。どうやらもうこの辺りから、ちょっと見応えがある感じになってきたぞ。特にどこからどことかっていう、そういったものの標識はないんだな。崩れてるんだ。こんなとこでもレジャーか。あ、この奥にも。いや、この辺の人ら結構こうやって川に遊びに来るの好きなんだね。なんか枝をポイって捨ててたけど、なんかでかい、なんか枝で持ってたのかな。あ、ここもいつ追ってきてもおかしくねえぞ。
あ、ナビだとあと少し進むと県道が終わってる。そっから先はどうなってんだろう。道はそこで終わりなのか、まだつながってるのか。あと数百メートルほどかな。どっかもうそこでナビ上では道がなくなってるんだけど、そこはなんか林道か。まだまだか、もうちょっとか。ここだ。あ、ここまでか、県道は。これより先通行不能か。へえ。なるほど。ちなみにこっち側はまた別の林道？あそこはもう完全にチェーンが降りてるもんな。あ、ここは林道って書いてあるな。なんだろう。仲間の中に追い越すの越して中越林道って書いてあるのか。あ、でもこれもうスタート地点か、この砂利だかしな。多分僕行けば行くほど荒れてるし、おそらく忍者ではちょっと無理っぽいね。で、実際やっぱりもう県道はここまでで終わりなんだ。ここまでが県道なんかな。はい。山形市。そこの建物は何でしょう。とりあえず、まあ、県道200号はこれで終わりです。はい。まあ、引き返すことになるわけですけど、ちょっと路肩に寄せて奥の建物が何なのか、ちょっと調べてこよう。何にも書いてないけど、ここは個人のものなんでしょうか。もともと何かあったのかな、ここは。あの門があるところを見ると、ちょっとそれなりの何かだったような、もしかしたら昔の小学校があったとか。樹木の樹に遊ぶ人、樹遊人なのかな、貴遊人なのかな。まあ、なんかそんな、ちょっとした、イベント的なことをするところだったみたいですね。そこの林道も少し、様子を覗いていきましょう。通行不可っていうのは、いや、結局やっぱこっち側の道のこと書いてるんだよな。もうそこ全然道なかったし。いや、県道ここまでって書いてあるや。じゃあ、ここまでなんだ。
埋まってるな。ここも結構見る限りじゃそれなりに整備されてるんだけど、まあこれ以上奥へ行ったらどうか分かんないけど、ここまでだったら忍者でも普通に行けそうだけどな。行けそうだけど、ちょっとそれはしない方がいいよな。通行不可ってなってるような林道だし、株で暮らしてもちょっとここは遠いな。遠いけどちょっと覚えておこう。でも行けそうだしな。もうダメっていうところまで行ってみようかな、じゃあ。はい。やっぱ行ってみようかなとさっき思いましたけど、やっぱりこんな、通り抜けもできないような道、誰も入ってこないんで何かあっても困るんで、やめときます。ね。まあ、株で来ることがあったらその時に行ってみようかな。じゃあ戻ります。